現地で仕事する時の不安ってあった、うん、私はチームティーチング、チームティーチング、ずっと一人で教えてたから、あ、他の先生と協力して教えるっていうのと、うんうん、あともちろん教え方、うん、すっごい不安だった。私も行く前はチームティーチングだし、うん、やっぱり年代が違う先生方と、うんうん、まあ、駆け出しのみで一緒にチームを組むっていうのはすごい不安があったけど、うんうん、でも行ったら、まあ、主任の先生をはじめ、うん、やっぱり先生はみんな平等だっていう意識が強かったから、うん、それはすごくやりやすかったなと思って、うん、治安も大丈夫やったよね。全然大丈夫じゃない、全然、確かに危険なところはあるけれども、うん、自分たちで気をつけてれば全然問題ないよね、うんうん、候補者も教えてくれるし、うん、あの、うん、ここは行っちゃいけないとか、うん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 、そういうこととかちゃんと守っていれば大丈夫かな、うん、問題ない、うん、問題ないね、うんうん、生活の面とかさ、なんか不安やったけど、ほら前回のリピーターの人がいろいろ残してくれてたやん、うん、あれ良かったよね。あれはすっごい参考になった、うんうん、設備が結構整ってて、うん、プロジェクターを使えたり、うん、書画カメラでプリントしてきたものとか、うん、絵を見せたりもできるから、うんうん、そういうのはもうよかった、うん、全てのもの日本でやってる時より充実してたかなっていうのはあったよね、うんうんうん、たまに停電になるけどね、うん、そうそうそう用意してたら使えない、ね、でもそこでねまた臨機応変にね、そう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 、対応ができる、対応できる力がついた、うん、それこそ、うん、チームで協力し合って、あったね、参考図書もいっぱいあったしね、うん、あ、参考図書いっぱいあった、あったよね、うん、棚にね、うんうん、タスク学習とかのもあったし、うんうん、指導書、指導書、指導書もあったし、うん、辞書もあったし、いろいろ絵カードとか、うん、文字カードとかも揃ってた、うん、そう、見やすいものが、あれは楽だよね、クラスごとに、うんうん、そう、全部自分で用意しなくていいから、うんうん、あれは助かった、うんうんうん、試験作成もそうだし、うんうん、あとなんか授業展開もそうだし、うん、学習者への自立、うん、学習の指導だったりとか、なんか立体的に考えられるようになったのはやっぱり行ってからの学びかな、うん、そう、私も自立っていうのを初めて知った、うん、今まであまり、ね、初めて、うん、日本語で取り入れてなくて、これを日本でもっとやっていれば全然変わったかなっていうのがあった、うんうん、もっとね、もっと日本語教育について勉強したいっていう気持ちと、した方がいいっていう気持ちと、なんかモチベーションになってるかな、日本語教師としての。やっぱり答えはなるべく言わないようにして、どうやったらこう答えを学生から導き出せるかっていうのを考えるような授業をするようになった。なったね、うん、もうそれはなんか答えをパッて言った方が早いし簡単やけど、なんかそれをしないでやる、うん、でもそこで私たちが考えていたことは絶対今の、うん、今仕事やっていく上での土台になってる感じ、うん、それがなかったら私日本語教師を続けてたかどうかもわからないし、うん、そんな感じの私が次にね日本語教育っていうのをまた勉強したいって思うようになったのも、うん、EPA に参加してから、うん、だって15年やってて、うん、これを機に大学院に行くことになったってすごくない？そうか、今までね、本当にターニングポイント、うんうん、になった。すごい、魚美味しかったよね。あ、美味しかった、美味しかった、うんうん、思ったよりもなんか美味しかった、うん、ウニ丼美味しかったよね。美味しかった、食べたいね。そうそうそう、よく食べてたから、そうそうそう、ウニだけでたくさん売ってたもんね。もう贅沢食いした贅沢食いした、丼にもしたし、その後パスタにもウニスパゲッティとかした。そんなことしてたの？したした、意外に贅沢贅沢してたよ。フルーツがもう美味しいものが食べ放題、あと
スパも行ったね。行ったね。毎週マッサージ三昧だったね。そう、マッサージ安いからでほらエステとかもエステ、あとネイルもね、うん、そう、それでなんかストレス発散になる、うん、発散にはなったし、うんうんうん、ストレスマネジメントできたよね、うん、大事だからね。大事。今も帰りたいもん、帰りに帰りたい、死ぬ鳥に